はい、というわけで、迷信ですか。迷信ですね。迷信だし、これね、まあこれにも入ってますね。よし、あとこのトーキングブックは僕なんか知らんけど2枚持ってますね、レコードで。でこれ CD 持ってたかな、アルバムね。もうわけわかんなくなってます。結構中古屋とかであるんですよね。裏はこんな感じ。ね、これちなみにミュージックエリアの厳密にはボリューム2なのでこっちじゃないんですよね。こっちはハイアーグラウンドから始まってね、そのうち Do I Do とか Is n't She Lovely とか、まあ他の曲をやってもいいかなと思って、で1ちょっと実家のどっかにある感じですね。ですね、これぐらいちょっと置いておきますか。まさかの歌入るっていうね。これクラビネットの、しかもこれクラビネット2パート重ねてるっていうふうに僕はなんか以前昔キーボードマガジンで読んだんですよ。クラビネットっていうのはクラビネットの音入ってるかな、まあ、LAP でしょ。 LAP に対してこの辺に入ってないかな。これをピアノでやってるの、まあだからクラビネットのパートをやりながらなんかメロディーやってる人は世界でもあんまいないかもとか思ってね。これ現実に結構難しいんですよ。いきますけど、まあ基本同じパターンの繰り返しで、まあ、B パートが、で分かると思いますけど、これ割と原曲のテンポに近いかちょっと早いぐらいですけど、こっちのテンポのバージョンの時はでバウンスしてるんですね。これもっと原曲はそのスイングしてるというかバウンスしてるんですけど、でこれスクワイアじゃなくて、ちょっとこのバウンスは日本人結構苦手で、僕もちょっとスクエアになったりちょっとキープできないところあるんですよね。まあそんなに僕も上手くないので申し訳ないんですけど、そういうような
そうですね、なんかこ こういうところ、まあ、これぐらいのテンポでやるときはあれだし、早いテンポのときはもう逆にバウンスするとなんかおかしくなるので、うん、早いテンポの時は割とスクエアに近い感じで、まあ自分で感覚でノリのいい感じが出せればいいんじゃないでしょうかね。そんなに分かんない、早いバージョンと本人やってるかどうか知らないし、これ何かっつうと、ちょっと種明かししちゃうと、これはねスライ&ファミリーソンのボードっていう、あボードじゃねえや、ごめんなさい、サンキューっていう曲がありますよね。あれの早いバージョンをめっで見たんですよ、ソウルトレインかなんかでやってるライブ、めちゃくちゃかっこいいんですけど、あのサンキューのね、もうすごい長いイントロで引っ張るんですよ。でちょっとずつあのいろんなパートが加わってくるんですけど、あれがねもうかっこいい。まあ原曲はエレピカなんかでやってますけどね、原曲はというかそのスライ&ファミリーストーンの、まあこんな感じじゃない、このエレピじゃない、あはあ、サンキュー忘れちゃった、まあこれぐらいの速いテンポでねやってるサンキューがかっこよくてですね、まあだからこう名シーンも、やったらどうかなという、なんかそんな感じですね。はい、以上スライドファミリーストーンじゃねえや、スティービーワンダーの名シーンスーパースティシャスでした。スーパースティション、ピアノ演奏さ曲芸じゃないんだからって、もうああいうのありがたがってみんな見てるけど、中国雑技団じゃないんだからってね、うん。のドア最近流行ってるみたいで、世界的にですね、松原美樹さんのね有名な曲、林哲司さんなんですよね、あの作曲がね、林哲司さんは僕は結構こんな、まあこんな感じで、ね、あの割とツボなんですよね、うん、なんかまあ知り合いで林哲司好きがあんまいないですけど、あのベタですけどね、なんか菊池桃子のね、H レフシングルだとか、あとあの有名どこで僕ぐらいの年代の人だとね、ジャッキー・チェンの木人剣のね、少林寺木人剣のあの日本版だけのね使われてる、
ありましたよね。あ、ちょっとすごい早く引いちゃいましたけど、シャバナダンとかさんのね、あのね、あの曲とか林哲司さんじゃなかったですか。あの結構僕ツボな曲が多いんですけど、真夜中のドアはそれで、まあ、ね、今更って感じですけどね。前奏僕はこう結果音かましてますね。っていう感じですね。入るの僕忘れたんですよ。で、感想考えたらやったことがなかったんですね。違う感じがするな。感想これから入ってない？じゃあ。ここから歌に戻るような気がするな。ああそうだ、というような感じでしたっけね。ああそっか、感想をちょっと聞き返した方がいいですね。まあもうパソコンにはこれ入れてるんですけどね。なんか松原美樹さんの、まあちょっと感想抜きのショートバージョンという感じですかね。真夜中のドアということで、あのよかったらあのやってみたらいいんじゃないでしょうか。以上です。
はい、それで、切手のない贈り物ですね。これまあ、まあ、これ、樋口良一さんの CD なんですけど、まあ、これ財津和夫さんのね、チューリップの財津和夫さんの曲なんですよ、うん、でこういうねちょっと短い、これはみんなの歌かなんかの曲だったらしいですね。で財津さんのバージョンもあるんですけど、撮り直してるかもしれないですね、 NHK のと当時のバージョンが CD で出てるかどうか分かんなくて、で僕はなんでこの樋口良一の喜びの歌というアルバムがあるかというとですね、あのそのカバーが入ってて、でこのスタジオ録音のバージョンじゃないかもしれないんだけど、僕ラジオでたまたま聞いて、この樋口良一っていう人のこの切手のない贈り物というのはすごいいい歌だなと。僕財津和夫さんがもともとのオリジナルだということは知らなくて、これをラジオで聞いたんですよ、この人が歌ってるやつね。そしたらなんかこれ以外の曲は僕はそんなになんかピンとこなかったんですけど、この曲のカバーはまたなかなか良かったですね、あのね、うん、でそれをなんかまあすごくこの樋口良一さんのラジオで、あの生でね確かやってたんですよね、あの NHKFM かなんかで、僕 NHKFM ばっかり聞いてるんで、で、あのそれで聞いて残ってて、である時あのなんかね、そのカメラのいろんなね画像画質をちょっと YouTube で見てたんですよ、なんかいろんなカメラのテスト撮影の動画を、その テスト撮影の動画で、今日 CD 持ってきたんですけど、椎名明子さんっていう人が、下北沢のなんかのライブハウスでこれをなんかカバーするライブをやってる映像があって、まあなんとかってカメラで撮りましてこんな映像ですっていうのはまあ綺麗な写りだったんですけど、というかこの曲聴いたことあるっていうのと、このカバーかっこいいっていうなんか、うん、まあこれ僕もまあ、その椎名明子さんはドラムとベースとトリオ編成で、あとトロンボーンの方をフィーチャーしてなんかやってましたね。でその方のバージョンはあるの、このこれが良かったんですよね、このリハモがすごく良かった。で僕はちょっと変えてるでしょ、一度始まりで ね、椎名明子さんの、まあインディーズであの CD 出してる方でしたし、まあ僕より上手いしさ、あのそのリハもね、これいや後から振り返ったらこれだってやって、こっちの方が効果的というか、ちゃんとまとまってるというか、プロっぽい感じはするんですよね。僕のこれは素人臭いね。
まあでもそれでなんかもう遊びでずっとこれ繰り返し弾いてる曲で、もう短いやつだし何巡回っても遊べるっていう感じで、これ遊びですね。なんかまあ適当に終わればいいしというような感じでね、めちゃくちゃ弾き倒してる曲ですけどね、切手のない贈り物、いろんなカバーがあるようですし、名曲という感じなのでね、なんかあの皆さんもなんかやってみたらいいんじゃないでしょうかね。あの、これは本当にいい曲ですね。というわけで、切手のない贈り物でした。ありがとうございました。Piano Dance is Easy Piano Series. Piano Dance plays every kind of music on the piano. Single play movie focus on one song. And all play movie is a combination of single play movies recorded in a day like live set. And also available commentaries for each single play movies and all play movies. It is only Japanese, sorry. Piano Dance is Easy Piano Series presented by Moda Music.